お集まりいただきありがとうございました。4月下旬に、毎日お祈りしてたビリケンさんと背中を見ましたら、非常に深い傷が、自然でかじってました。5月の1日に、作っていただいた、ところに、お直しをお願いして、本日約1ヶ月ぶりに、ビリケンさん帰ってくることができました。本当に、明日30日9時から通天閣、本当に2ヶ月ぶり、に、やっと営業再開できるって言うてるところでは本当に、最後の、真打ち登場というかビリケンさんがお帰り、していただいたのでこれで、通天閣再始動再開できると思っております。本当に、お直しする前に関しましては消毒液と、皆さんのお参りに去られる汚れでですね本当に黒黒になってたんですけれども、まあ、今回本当に、愛情いっぱい注いでいただきまして、今回は、この全身を塗っている塗料の中に、バージョンアップするべくですね、金箔を施した塗料を使って塗り直していただいております。またですね、髪の毛の金箔に関しましても、張り替えておりまして、これで本当にもうますますご利益アップ、もうこれで本当に、コロナウイルスに負けないぞという強い気持ちで、明日からの再開に向けて、通天閣並びに地域の皆さんと共にですね、頑張っていけれるような、そんな気持ちでいっぱいです。まだまだですね、明日以降本当に、すぐ開けるわけではなくて本当にコロナウイルスとの共存というてるところで試練の道が本当に、続くかと思いますけれども、なお一層、ご利益パワーが増したビリケンさんとともにですね、この通天閣新世界大阪を盛り上げるべく頑張っていきたいと思っております。皆さんぜひ、カメラの向こうの皆様、ぜひ通天閣新世界に遊びに来て、大阪をぜひ一緒に盛り上げていただければなと思っております。ありがとうございます。何か質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。はい、今回エアタックという願いだと思うんですけど、はい、その狙いを教えてください。そうですね、やはりこうディスタンスと言うてるところで通天閣に関しましても待ち列であったりとか、展望エレベーターとか距離感を持ってって言うてるところで、対策を取っております。という中、まあ、社会のそういうふうなこうディスタンスをですね、やはりこうビリケンさんにも取り入れてって言うてるところでいつもはですね、触っていただくんですけれども、まあ、当分の間ビリケンさんお触りすることなくですねこうエアーでお願い事をですね、ぜひ伝えていただきたいなと思っておりますので皆さんのビリケンさんへのぜひエアタッチをお待ちしております。そしていろんな願いを叶えて、はい、いただければなと思っております。意地悪なところちょっと思うんですけど、はい、エアタッチでご利益はあるんですか。いや、あります、絶対あります。もう、はい、この神々しくバージョンアップしたビリケンさんだからこそこうエアタッチで、はい、受け入れてると思いますのでぜひ皆さんエアタッチでお願い事をしていただければ、はい、願いが叶うかもしれませんのでぜひよろしくお願いいたします。どうぞ。すみません、日本テレビ社会です。はい、お世話になります。営業再開するということですが、はい、なぜそのタイミングで営業再開するんですか。そうですね、非常事態宣言明けて、まあ、若干 の, その準備って言うてるところで1週間ぐらいかかりました。またこのビリケンさんが本日、帰ってくるって言うてるところで、まあ、満を持して明日から営業再開と言うてるところ、やはり営業再開にはビリケンさんはやっぱりなくてはならないやっぱりメンバーというか神様なもんですから、まあ、これで明日からの営業、まあ予定通り、再開して、まあ、本当にすぐにはお客さんは戻らないとは思いますけれども、やはり皆さんのやっぱ希望の光であり、やっぱりいつまでも、うん、ビリケンさんと共にと言うてるところで、職員一同頑張っていきたいと思ってます。すみません、ちょっと細かいことなんですけど、はい、体に金粉を練り込んだとおっしゃいましたけど、金箔を練り込んだとおっしゃったら、金粉ではないですか。あ、ごめんなさい、金粉です。金粉を練り込んだ。はい。一回ちょっと先生なら解説してもらっていいですか。今回こっちで。
社名とはご紹介、はい、今回お願いした松下さん、はい、ビリケンさんを作らせていただいた松下総林部署の松下製法と申します。ビリケンさんの体に今回絵の具の上から金粉を撒いて、より、輝きのあるような形にさせていただきました。その金粉を混ぜたというのはやっぱり商売の神様でしたっけ。人がたくさん来るようにとお金がたくさん儲かりますようにと。だからいきなり金を混ぜたという。そうですね、やはりより神々しさという意味でやっぱり金はすごく縁起のいいものなので全身に任せていただきました。背中に傷があったということだったんですけど、はい、どれくらいの長さがどれくらいと か、 なんか深さがどれくらいみたいな。背中向けさせていただきましょうか。はい、